東方企業10ワイリービーストウィーケストクリーチャーとは、同人サークル上海アリス玄楽団制作の弾幕系シューティングゲームであり、東方プロジェクトの第17弾にあたる作品である。2019年5月5日開催の第16回白霊神社春季霊大祭にて体験版が発売され、製品版は2019年8月12日に発売された。 サブタイトルの、ワイリービーストウィーケストクリーチャーは直訳すると、ずる賢い獣と最弱の生物という意味である。また、東方プロジェクト第12弾東方製、レンブネアンディファインドファンタスティックオブジェクトからちょうど10周年目の作品ということもあり、世界観や雰囲気、曲の雰囲気やシステム等、類似点が多く存在する。本校では、以降は、企業中と称することとする。 その他の本校で使用されている東方プロジェクト関連の略称については東方プロジェクト判例を参照。機体性能の異なる白霊霊夢、霧雨間、リサ、コンパク、あやかし夢の3種類の時期から一つ選択する。敵や敵弾に当たるとミスとなり残機が一つ減った上でその場で復活する。すべての残機を失うとゲームオーバーとなるが、 コンティニューすればその場で復活し、ゲームを続行可能。コンティニューしないで6面のボスを倒すと、エンディングになる。コンティニューせずにクリアすれば、全1面のエクストラステージが追加される。本作独自の要素として、動物霊システムがあり、憑依させる動物霊によって性能が変化する。敵を倒すと落とす動物霊アイテムを5つ集めることで発動。動物霊アイテムは、 動物霊とアイテムを霊の2種類があり、この状態になると画面が暗くなり、以下の効果が出現する。さらに、狼霊、カワウソ霊、オオワシ霊のいずれかの動物霊アイテムを3つ持った状態で、動物霊のストックが5つになると、暴走、ロアリングモードが発動。通常のロアリングモードに加え、以下の効果が出現する。なお、同行する動物霊が集めた、 動物霊アイテムと同じ場合や、5つ同じ動物霊アイテムを取得した場合は、それぞれのモード時間が延長される。ハクレーレーム、キリサメマ、リサ、コンパク、あやがしい夢の3人が、地獄の動物霊が、地上を力で支配しようと企んでいると垂れ込んできた、味方の動物霊たちと組んで、未然に討伐に行く。ここでは、企業中初出の登場人物を解説する。 ここでは、企業中が、初出ではない登場人物を解説する。一部のエンディングには、西行寺、ゆゆ子四季えい山座など、茨城河川が登場する。物言わぬ獣の例タイトル画面地蔵だけが知る、愛炭から一面のテーマジェリーストーン一面ボス、エビスヨ花ハナのテーマロストリバー二面のテーマ石の、 赤号と水中の牛から二面ボス牛崎雅美のテーマ普及の万獣舎毛三面のテーマセラフィックチキン三面ボスには私、し、久しは美歌のテーマアンロケーテッドヘル四面のテーマ、トータスドラゴン幸運と風に四面ボス吉と村井、八千円のテーマビーストメトロポリス五面のテーマセラミックスの上等人五面ボス上等玉、真弓のテーマエレクトリックヘリテージ六面のテーマグ像ゾに世界を委ねて、 アイダーラトライズワールド6面ボス派に、安心内木姫のテーマ輝かしき弱肉強食の、起きて、エクストラステージのテーマ聖徳大使のペガサス、ダークペガサス、エクストラステージボスリーク早期のテーマ畜生たちの、急速エンディング地下からの期間、スタッフロール。ありがとうございます。